アルベックスメールマガジンをご覧いただいている皆さん、こんにちは、ホーマシオンです。金沢戦で、後半からかスタートで出場して、ドリブルでいろいろ仕掛けてチャンスも作る場面があったと思うんだけど、個人的なこう収穫とかってあったりしました？個人的には、ドリブルがすごく良かったかなっていうふうに思います、はい。チーム的にはね、苦しい試合、なかなかこう点は取るけど失点してっていうのを繰り返しだったんだけど、チームピッチで入って、この負けっていうのをどう受け止めたか、自分の中で。自分が入った後半はしっかりとボールを動かして自分たちの方がチャンスを作ってたと思いますし、あとは決めるとこを決めればもっとたくさん点が入ったと思うので、前半の失点のところで、みんなで進めているときリスク管理してしっかり体を張るっていうことを、これからの練習で意識して取り組んでいければ、勝ちがたくさん増えると思うので頑張っていきます。次、松本山形の試合になりますけど、山形の印象とかってある？すごい応援が熱いイメージと、みんな走ってハードワークして頑張るっていうイメージなんで、自分たちも走り負けず最後まで全力で戦っていきたいと思います。次のホームの試合からお客さんが、制限という形は入るけど5000人以下という形だけど、お客さんが入る、サポーターが入ってくれるっていうのがあるので、そこについては本当にサポーターの皆さんが応援してくれることによって、最後スライディングで滑れたりだとか、本当最後の一歩足が出たりっていうのがあるので、本当に力強いです。なんで熱い応援をお願いします。次節の松本戦から連戦が始まります。まだ収容制限が続きますが、スタジアムに来られない方はダゾーンやアルレックスオンラインスタジアムのコメント欄でアルレックス新潟への応援をよろしくお願いします。